はい、こんにちは、中地です。マインクラフト実況を続きやっていきたいと思います。えーっとですね、とりあえず、地下のボックスたちは全部移動が完了しました。ここも終わった。で、あの辺に荷物は置いてない。で、ここも作って、そこはボックス置いてないので、 ほほぼほぼ終了でございますあとはここのボックスがあるのでこれだけ動かしてでこっちを作るときはこっちにまたボックス置いて近くで作りましょうこれはもう今日中に終わらせるぞあといくつ入る ?OK 帰ろう帰ろうじゃない重い えー、ちょっとですね、いろいろ PC、まあ、買い替えとかそういうわけではないんですが、ここに入れて送った方が早いな、えー。ちょっとね、今、重たい、まあ、どうだろう、動画で見るとそうでもないのかもしれないんですが、ちょっとね、動作が重たかったりとか、あとは、容量がね、PC の容量がすごく小さいものを使ってるんですよ。その、容量っていうのは、 ギガスが少し小さいものを使っているので、ちょっとね、そろそろ、あれかなと。一旦 PC の中をうまく整理して、まあ本当は新しいね、HDD とか、まあ外付けがあるので大丈夫なんですけど、そろそろね、パソコンを一回整理したいなと思っています。で、年末にかけて、まあ大掃除、 始ままるじゃないですか、まあ、僕今部屋がもうとんでもないことになってるんですけど掃除をしたいのでどっかでねちょっとマインクラフトを取り溜めしといてあの動画を休むというわけではないんですがどっかでねこうガッと PC の中を整理するために取り溜めしてどっかお休みを作ろうかなと今もう取り溜めってほとんどしてないんですよマインクラフト毎日取れるタイミングで10分しゃべるみたいな 感じでやっているので、そろそろね。よいしょ。OK。OK。うわ、あ綺麗になったね、おい。気持ちいいね。マインクラフトの中も大掃除でしたね、これ。いやいやいや。第一拠点とかもね、やったら楽しそうだけどね。どうしましょう。 よいしょ。OK。こんだけ詰め込んでよし。これで地上にある第三拠点のものはほぼほぼこちらに移動することができました。いやー、お疲れ様でございました。ごめんなさいね。パート7とか8とか10回近くのね、整理動画になってしまいましたが、どうでしたでしょうか。 よいしょ。まずは、そう砂をね置くところを考えてないんだよね。砂はそんなに出ないんじゃないかっていう話でやっていないんだよね。よいしょ。とりあえず砂を置くところ上に作ったっけん作ったっけいや、作ってないよね。一応確認ね。 うん、上のこのね、スペースね、まあ、石とか、そういうのにすればよかったかな。どうだろう。まあ、なんならこっちに広げてなんか作ってもいいしね。ここだけ木材とか。あとは飾り。家よく作るものを上に動かしたりとか。もう近いんですぐさっささっさできるんじゃないかなと思います。若干ね、整理のスキルがついたんじゃないかなと思いますので。ここを。 とりあえず砂にしましまょうそんなに砂はガラスのために使うぐらいだと思うので、この拠点ではね。そんなになくてもいいんじゃないかなと思うので、小さいところでもいいでしょう、こっちの。その他もろもろエリアでも。で、コップはとりあえずここにしようか。で、これを入れて。 でし草は食べ物に入れましょう。ここが植木鉢は装飾に入れましょう。本。本はここに置いておこう。エンチャントのね、本は上に置こうかなとちょっと考えております。今はちょっと整理のため上に置いちゃってますが。ユニーク。ここもね、後でこう配置をうまく変えたいですね。 オークの木と、そうか、シラ白樺が、ここシラ白樺にしましょう。よいしょ。ここシラ白樺ね。シラ白樺全然使ってないですからね。これがママツ松。松、ツこれはオーク。マツオーク。 あ、白川のハーフ持ってる。いいね。気持ちいいね。すっきりしたね。この辺ももうどうにか、まあ埋めちゃうなり。こっちも拡張しようかな、どうにか。まあ家をどんどんでかくする。地下がでかい感じってちょっとテンション上がるじゃないですか。なので、大きくしていこうかなと思います。でね、ここが今、作ったものの死んでるので、ここがね、 懐かしいね。久々に入ったよ。この辺をうまくね、まあ、醸造の意味合いで、ここで薬作れたらなぁと思っています。なので、いずれちょっと地下の貯蔵庫は改造しようかなと考えております。そんなぐらいかな。ちょっと話すことはそのぐらいしかないのですが、えー、まあ、何があるか、お、終わったか まだ終わんないか。砂が流れてきてますね。えー、スチームの方でですね、オータムセールというものが、オータムだったかなもう、完全に寒いんですが、オータムセールということで、合ってるよね。スチームの方でセール、でかいセールが来ております。8000? 651ぐらいかなタイトルのゲームが今セールでやってきております相当数ですねいやーでもまあ大きなね何だろうトリプル A 作品みたいなのは持ってたりとか PS4PS3 で遊んだことがあるよっていうのが多いので、まあ、そんなに今年はお金使わなくて済むかなっていう気はしてるんですがどうでしょうね何か面白いものがあれば 遊んでみたいなぁとは思っておりますここに見えるけどこのあもう相当瞬間的に落ちてんだねこっちに行ってんだよね2箇所展開できたらいいのにねこっちに行くのとこっちに降りるのとって両方作れれば倍を落とせるんでしょここに倍落とすにはまた上のやつをもう一個分引かなきゃいけないよねきっと そうするとちょっと面倒だから。白皮来た。溜まるのが遅いからね。まあ、そんなにね、せか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 入れなきゃいけない状態も今日で終わるんじゃないかなとは思うんですが。いやー、いいね。だもうとりあえず何かゴミが出てきたらゴミじゃないんだけどね。全部素材なんですけど。 何か必要じゃないものが出てきたら、とりあえずここの上のボックスにぶっこんで、で、下でこうやってちゃんと整理をするような心がけを今後ね、していこうかななんて思ったりしております。いやー、長かったけど、有意義なものでした。はい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 。時間がもったいないね。全部突っ込まなきゃよかったかな。 落ちてくるのを待ちながら上に上にそうどうしようかなこっちをね拡大してでもわざわざ3階まで降りてきてこっち行ってまた大きくっていうのじゃなくてこれもおしゃれなんだけどね左に行けても面白いのかなとは思うんですがどうでしょうでもまあ地下に作るって言ってももうあと何があるよって話なんだけどね 1> 今一回上に上がったんだから置いてくればよかったまず卵と干し草武器村人がいないから寝なくていいのが楽だね矢を入れておいてレッドストゥーンを入れる <laughs> まだいっぱいあるね っっちゃっていきましょうこれを入れて終わりだまずは見て上でしまえるものはバケツとかは持っておこうちょっと待ってよネザーを突っ込んでネザーを突っ込んで ユニークストーンを入れて、装飾、ガラス。ガラスはガラスで分けた方がいいかもね、やっぱり。ネザー水晶入れるでしょヨウモ水晶、砂。完璧やない。完璧やない。よいしょ、花。花もね、これ集めてチェストの中突っ込んでったら結構綺麗な気がするんだよね。それもちょっと楽しみ。 なかなかね、花も拾った瞬間捨てたりしますからね。もったいないっちゃもったいない。おーし、これで停止してますね。これで最後。ちょっと今日の動画は少し伸びていますが、お付き合いくださいませ。レザー水晶入れる。いいね。これも結構、図書館でがっつり使った割には余ってますね。 土,土も何かと使うからね、埋めるときに。食べ物でしょ木でしょ木でしょ木でしょ羊毛の前に。火打ち。火打ちここに入れない方がいいかな。これでもここでいいか。捨てちゃってたけど、ドロップするっていう意味合いでここに入れちゃおう。羊毛でしょあとは食べ物とかでしょガラスがあるね。 本当にね、今回、今回っていうか、ここ数回ね、これがここで、これがここでって言ってるだけっていうね、本当ね、絵としてはすごく微妙な感じになっちゃってますけど、超リアルタイム系のね、まあいつもと変わらないって言われたらそれまでなんですけど。あとは食いん食いッ OK。 装飾でチェスト入れる。チェストはちょっと持ってようかな。使いそうだから。で、額縁は入れる。OK。棒。棒はどうしよう。棒ってなんだ棒ってなんだろうな。装飾かな。装飾に使えるけど、木材に入れとこうかな。棒ってかなり使うよね。ここ棒にしようかな。 謎かな棒ってチェストじゃない。フェンス作るときめっちゃ使うじゃないですか。あとは道具作るときにもめっちゃ使うので、もう棒っていうジャンルを一個作っておこうかな。これ階段の裏に置けないんだよね。OK。しまう。しまう。できた。水入り。水入りはね。 もうここからは自分の作業ができるように。剣でしょダイヤでしょこうかな。OK! 終わりました。いやー、結構かかったけど、ありがたい。で、耐久でしょシルクタッチは今必要ないから、この幸運が使えるタイプのやつと、あとは、まあ今は使わないから置いといていいか。 で効率強化効率強化、まあ、これを1本持っておいてこっちの方がいいかなで普通の耐久ねちょっとねツール持ちすぎって言われちゃったりするんですけどこのぐらい持ってたい人なのでこれご飯ここに入っちゃダメだね剣持ってる斧持ってる OK。弓矢を一本ぐらい持ってても面白いかな。無限一本持っとこう。はい。終了でございます。いやー、大変だったね。<laughs> 見てる人も大変だったと思います。いやー、でも楽しかった。こんなにね、整理したの初めてです。バインクラフトやってて。 この辺ね、すごく空いたので、まあ、ここ取っ払ったりとかいろいろ考えて、少しずつ家の方も充実させていこうかなと思います。まあ、あんまり帰ってこないんだけどね。それでは、今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。